小坂忠氏は JRA 立党トレーニングセンターに所属の騎手。1998年 JRA 競馬学校騎士課程に第17期生として入学する。同期の騎手には川島真嗣、大場和也、田中亮、平沢健二らがいる。2001年 JRA 競馬学校騎士課程を卒業式士免許を取得する。デビュー時の所属は 坂井直行厩舎だった。3月3日、初起乗となった、阪神4レースでは、一番人気だった菊のプロスパに、起乗して2着となったが、同日第7レースで起乗した2番人気の、ブリッジ車頭で勝利しわずか2戦目で、JRA 初勝利を挙げる。3月6日には、地方競馬に初起乗。6月23日に障害レース初起乗。7月21日に、 障害レース初勝利を挙げ、8月18日に、新潟ジャンプステークスで重賞初起乗。6着となった。2002年、愛知杯に、名村サンクスで、平地重賞初起乗。2003年、阪神スプリングジャンプを、金都ガバナーで制止重賞初勝利。同馬にて障害 GI、中山グランドジャンプにも初起乗を果たす。2005年、2月23日に、 地方競馬で初勝利を挙げる。ありがとうございます。